リクビール産ワインケゼルスベール近郊のブドウ畑アルザスワインはフランス北東部にある旧アルザス地域圏で生産されるワインの総称である。主な生産地はライン川とボージュ山脈に挟まれた地域で奥はアルザスと1975年に制定された高級品のアルザスグランクリがある。アルザス地方は歴史的文化的にドイツとの関係が深く また気候もフランスのワイン産地の中では一番寒くドイツに似ているため栽培されているブドウ品種もドイツ系品種が多くアロマが豊かな白ワインが多いのもドイツワインによく似ているボトルも細長くて明るい緑色のもので一見するとモーゼルワインとそっくりであるただし味わいはドイツ産に甘口のものが多いのに対し アルザスワインはすっきりとした辛口がほとんどである。フランスのほとんどの高級ワインは地域名より細かい地区名や村名などが明記されたものが多いが、アルザスでは品種名が書かれていることが多い。主な品種は次の通りである。上の4種がグランクリュにセッパージュ表記できる品種である。また、果汁1リットルあたりの糖の最低含有量が一定以上であれば、 バンダンジュタルディブ、セレクショングラン・ノーブルと復帰することができる。奥のクレマン・ダルザス・クレメント・ディ・アルザスは、シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵方式で作られ、酸味が立ち、爽やかな味わいのスパークリングワインである。アルザスワインの中では唯一シャルドネを使用することも可能である。アルザスのワインは、香りは高いが、味わいは軽くおとなしいものが多い。よく冷やして、 軽くさっぱりした味付けの料理と一緒に飲むと良い。アルザス料理店では、シュークルートやベッコフなどと合わせることが推奨されるように、豚肉料理やソーセージとの相性も、決して悪くない。ありがとうございます。